たい。海がとっても荒れてます。今治市に来ています。この国道沿いに何やら変わった建物があると聞いてきたんですが、そうこちらですね。うわ、黒い船のような、宇宙基地のような、なんとも近未来的な建物です。一体何なんですか？はい、今治の産業にとても関係の深い会社です。今治といえばタオルとか造船とかってイメージですけど、はい、じゃあこちらの建物どんなイメージなんですか？はい、未来の船をイメージしております。そう、今治市は海運業、造船業、そして船舶関連企業が世界でも類を見ないほど集積する海事都市なんです。古くは村上海賊でいうところになってくるとは思いますけども、瀬戸内海自体がですね、海上交通の要衝というところで、そういったところからですね、やはりその船の作る技術とか、そういったものに、長けていたのではないかなと。集積しているところって日本の中でもまず稀なところでございますので、そういった意味でも今治がその海事都市を標榜するっていう一端になるのかなとは思っていますけど。さて、建物の奥に進んでいくと、何ですかここ、博物館みたい、綺麗。うわ、あれ、これ船ですね。そうなんです。こちらは、はい、創業者が実際に使っていた3隻目の渦潮丸なんです。創業者が当時漁師だった時に2代目の船が盗難に遭ってしまってとても困っていたんです。その時に地元の漁師の方々が漁船のバッテリー充電業を始めたらどうかということで始めたのが会社の始まりなんです。そうなんですね。もし盗まれなかったらこの会社は存在していなかったかもしれません。うわ、今治市の BMAC 株式会社は創業者が自宅の玄関を作業場に渦潮電気商会を設立し、漁船用蓄電池の充電から事業をスタート。現在国内17拠点に加え、アジアを中心に事業を展開する総合電気メーカーなんです。弊社では船の中に電気を送る支配電盤や船内の情報を監視する監視板などを製造しており、国内シェア 50% を超えるトップメーカーなんです。24時間何があってもいいように誰かは席についております。そう、業界トップの理由は世界中どこにいても24時間以内に専門スタッフが問題を解決に導く、この会社ならではのサービスがあったんです。どんなものを作ってるんですか？はい、船の種類や大きさはそれぞれ異なっているので、お客様のご要望にお応えできるように弊社の製品は全てオーダーメイドで行っております。それぞれの船に最適な形で設計して製品導入後のメンテナンスまで弊社が行っております。すごいですね。それが BMAC の最大の強みなんです。この建物、実は4階にも秘密が。なんと会社専用のミュージアムがあるんです。今回特別に体験させていただきました。こちら車のハンドルと同じで、はい、右に回していただいたら船が右に曲がって、左に回したら左に曲がります。海がとっても荒れてます。おー、瀬戸内海は私が守りました。船舶に蓄積されたビッグデータを活用して決して止まらない船というのを実現することが目標です。止まらない船って何ですか？当社では船員さんを支援するアプリケーションを開発し、機器の異常、故障などを未然に回避する、またトラブル発生時も機能を回復することができるシステム作りを目指しております。これが BMAC が目指している止まらない船です。謎の建物の正体は、独自のサービスと技術力を生かして未来を切り開く凄技企業でした。